マリア・ベアトリーチェ・リッチャルダ・デステは、マッサ及び、カンラーラ広告の女性統治者。モデナ及び、レッジョ広告を治めたエステ家の女子相続人で、オーストリアイコールエステ家の子孫である。モデナ公、エルコレ三世とその妻のマッサカン、ラーラ女公、マリーア・テレーザの間の一人娘として生まれた。両親は不仲で別居していたため、男子の四つ木を設けることはできないと思われた。 このため、マリア・ベアトリーチェは幼い頃から、モデナレッチョとマッサカラーラの4つの公爵領の相続人とみなされ、求婚者は数多くいた。中でもイタリア半島への影響力を拡大しようと、モクロむハプスブルク帝国の統治者、マリア・テレジアは、1754年に4男のフェルディナントとマリア・ベアトリーチェとの婚約を成立させることに成功した。 マリア・ベアトリーチェとフェルディナント・タイゴーの結婚式は1771年10月15日にミラノで執り行われた。この婚礼のために、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのアルバのアスカーニーを、ヨハン・アドルフ・ハッセのルッチェーロの2つの歌劇が制作された。夫妻はモデナで暮らすことになった。マリア・ベアトリーチェは女子であるためモデナレッジョ位を継ぐことができず、 父エルコレ3世の死後は、彼女の最年長の息子が公爵位を継ぐと定められた。一方、1790年に母マリーア・テレーザが死ぬと、マリーア・ベアトリーチェは女子相続の可能なマッサカラーラ公爵位を継承した。1797年にフランス軍が北イタリアを征服すると、マリーア・ベアトリーチェは家族と一緒に夫の故郷をオーストリアに逃れた。 そして1815年にマッサカラーラ広告の統治権を回復した後も広告の行政は役人に委ねオーストリアに住み続けた。1829年にマリア・ベアトリーチェが死ぬとマッサカラーラは彼女の長男フランツが統治するモデーナ広告に併合された。ありがとうございます。